1週間前の吉田正尚。167-48の8-1.6打点 OPS。560春が終わった吉田正尚矢印これ。今日試合後の吉田正尚。278-72の23本15打点 OPS。807-125。アジェストしたか。手のひらくるくるですよ。出だし悪くてもいつの間にか調整しとるよな。フォアボール多い特徴な時期あってもすぐに成績安定するよな。吉田173センチ、お前らネットで俺のことバカにしたよな。白い歯キラーン。白い歯に騙されないで。白い筒香すごい。オリファンが春先の吉田はこんなもんって言ってたけどあれガチやったんか。例年より温まんの早いはいつもなら7月くらいからマッチョスタイルなるんやが。直近6試合、521-12の23。えぐい。もしかして、本物か？これは WBC ベストナインですわ。適応能力 F。何か変えたから打てるようになったんか？トップの位置ちょっと下がったんかな？うまいこと適応して切るんやな。MLB 対応のために微修正したり、少しオープンにはしたようだけどそもそもチームの味方は WBC で絶好調だったので、その状態は長く続かない打撃は浮き沈みあるので、今は好調へ向けた期間という感じだった。335-20本くらいの日本と同じような成績出したとして、単年24億の価値ってあるもんなん。安いくらい。その数字出せるなら超お買い得やで。今年はわからんけど去年は両リーグ合わせて3割打者10人しかおらんからなお釣りが来るわ。野手は長い目で見んといかんなやっぱ。筒香。叩かれまくってた頃からずっと筒香を長い目で見てきたが結局あかんかった。